はいチャオ岡です今日はですね、えー、米国の雇用統計が出ましたね。昨夜かな。それによってね、えー、株が、えーまあ、また難聴になりそうな、まあ、そんな雰囲気が見られます。そしてね、アップルとか、うん、それからアマゾンですか、かなり業績が悪くなってきてますよね。で僕の場合はアップルが下がり始めてくると、結構米国株が難聴に動くんじゃないかと話をしてきましたが、もちろんね、今回は雇用統計の発表をもって、えー、今後のね、 えー、また利上げ観測とかインフレが進まないんじゃないかという予測の中で下がっているとは思うんですがちょっと中長期に目線を動かせばですねやはりこのアップルの下落そして業績の悪化ですよね、まあ、今ちょっとまたアップル発達しているのは分かっているんですけれども中長期で考えた場合に下落をしていきそうな流れということになりますけどもは、うん、米国のお再び難聴の最初のトリガーになるんじゃないかなと思っています。それについてね今日は、えー、世界の 金融とと経済ののののマーケットを踏まままえながら話しししててていいいいきたいと思っおおりすす。すで、でよろく願その辺の予測についてですね。まあ、ちょっと、ね、髪がの長すぎるって今ね、僕でも分かってるんですよ。コメントでね、髪が長すぎるんじゃないかと。僕はね、とにかく美容院が嫌いなんですよね。まあ、嫌いっていうのは、あの美容師は好きですよ。いつも髪を切ってもらってお世話になっているのでね。そういうことじゃなくて、髪を切ってる時間でなんかこう、生産性が低いじゃないですか。 あんまりいかないんですよね。だからこれももう1ヶ月半ぐらいになってしまってね。えー、切り立てからもうさすがにね、えー、2ヶ月まあいかないですけども、1ヶ月半ぐらいになると相当長いなというのでも自分でも分かってて、明日予約してありますから、<laughs> 明日、またね、短い紙を皆さんがお見せできるんじゃないかなと、短いですもまあ最近はミディアムぐらいにしてますけどね、という形で考えています。では早速本題に移りたいんですが、まだね、米国株下落ということで、雇用統計が予想以上に良かったんですよね。 なぜね、雇用統計が良くてね、景気うわふわ、かなり好調なのに株は下落するのかと。まあ、これについてはね、ちょっとまた詳しく話していきますけども、まあ、冒頭話したインフレですよね。これが本当にじゃあピークアウトするのかと。こんなに景気が良くて、ね、で、えー、雇用が良くてね、賃金も再び上昇しそうな、ね、勢いになっているのに、大丈夫なのかということですよね。で、インフレがピークアウトしないんであれば、当然、 利上げの観測であったりがまた高まってきますし、今の0.25もね、なんか巷ではもう楽観論が支配的で、ですよ、0.25、3月打ち止めになるんじゃないかみたいなね、そんな話が出てますが、パウエルさんは一切そんなこと話していないですしね、え必要があれば0.25五あと2回、3回、4回と、別にやってくることだって全然ね、やぶさかではないと思っていると思いますよ。まあ、そう考えるとお、むしろ株価にとっては悪影響に今回、雇用統計の発表を受けてなったということが、まあ、 まあ、リアルなななんじゃないかなと思いますでまあ実際にはですね1月10.2万人ってことで前月比の2倍超ですかもうすごい形で、まあ、いわゆるその求人に対してねえ雇用が伸びてるとい形になりますねで前年比のね、えー、前月比の2倍で前年比の5倍超ですからね、うん、それから、えー、失業者もね、えー、半世紀ぶりの低水準ってことになってますから もう本当に人手が足りないんでしょうね。またでも多分このような形になると、あれですよね。えー、賃金を高止まりといいますか、出せど、ねえー、求人を出せど、賃金を上げようと働く人がね、やってこないみたいなことになりますから、これはインフレをね、えー、再び上昇させそうですよね。で、確かに、えー、テック系ですよね。うん、まあリストラをしています。アップルとかね、Facebook とか Amazon とか。アマゾンとか でも、そのお、で、ファイヤー首切りされた人たちが、他の、お要は、セクターとかね、えー、求人に流れてると。この流動性と、おその底堅い求人に対するね、えー、採用の動きですよね。まあ、が、まあ、やはりアメリカの強さといっても過言ではないんじゃないかなと思います。まあ、こういった形で、より必要とされている産業であったりとか、セクターとか、企業に、えー、その優秀な、 人もいたくさんいますからねテック企業から流れてそこでまた再びねうんアメリカの国力そして産業そして特許とかねそういったことのために戦うと働くってことですねがこの流動性があるので、まあ、人材がね滞らないと一方日本はね別にそれがいい悪い別にしてまあリストラーはまあできないですしやはり内部のね、えー、社員をまあできて、まあ、移転 配置外ぐ,らいぐらいしかできないので、まあ、なかなかその流動化が進まないですよね人材のねで一方で働かないおじさん問題みたいなね、うん、ものが今非常にまあ話題になってますけども、まあ、学び直しもしないみたいな形でそういった形でまあそのまあ将来にね、うん、悲観してしまってとにかく現状維持だみたいなねことになってしまうとアメリカだったらまあすぐにリストラされてねじゃあそういった人材は自分が最もまあ 活用してもらえる場所。まあ、それはもしかしたら福祉かもしれないですし、まあ、今であれば、そうですね、うん、まあ、農業かもしれない。農業しても別に現場で農業するんじゃなくて、その DX とかね、うん、とか、あとテックの力とか、まあ、IT の力を利用した農業での新しい産業の、まあ、バックヤードとして戦うみたいなことができたかもしれないのを、ですよ、まあ、社内にずっと居続けて知っ、うん、まあ、その会社との まあ互いに牽制し合いみたいなことになってしまうと、アメリカと違って硬直化してしまうますこれが硬直化ってですね、日本でよく言われる日本は硬直化しすぎてるっていうですね。まあこれは別に今日は良い,い悪いという話をしてるんじゃなくて、だそういった意味ではこの硬直化せずに流動化していって、えー、産業、新しい産業にまた新しい雇用が生まれやすいっていうアメリカは強いなとやっぱり思いましたね。今回の動きを見てね。ただまあ、えー、インフレがね、静まっていく気配がこれによって払拭されてしまったと。 いうのが今現状のね、問題なんじゃないかなと思います。なので3月もまた0.25の利上げをする可能性が高いということで、モルガン・スターレーを話せますし、別に3月打ち止めなんて、パウリルさんは言ってないわけですからね。言ってるのはメディアと楽観論に浸った投資家だけということになりますから、これがまた年内0.25,0.25,0.25とやってくる可能性もありますし、まあインフレ次第ですよね。うん 逆に失業率が高まってくればですよ利上げは打ち止めになると思うんですが失業率も高まってないですからねむしろ半世紀ぶりの <laughs> 低失業率ですからまあ、これは株にとってはかなりいい悪材料になるんじゃないですかつまり難聴になりやすいとでねアメリカの雇用は非常に強いし景況感も高いということで、まあ、インフレ再熱でね、うんまあ、利上げ観測が拡大をして再び大幅な株安になる可能性もあります 一方でね、ハト鳩派が支配、したままですよね。それほど高派がまだ出てきていないです。なので、この後出てくる可能性もありますけども、もしかしたらト派が優位のまま、まあ、ソフトランディングみたいなこともあるかもしれないですよね。で、僕のね、感覚的には、僕2 4年、5年間株式投資やってますけども、結構数回あるかないかの難しい相場だと思います。ここから先23年は特にね。まあ、年後半で上がっていきそうだっていうのは気配的には感じていますけども、 23年のこのクリスマスラリーの前までは正直どういう動きをするか予測が不可能なんですよね。これなぜかというと実は理由があってね。うん。それは当たり前のクラッカーっていう話で、これ今ベアマーケットラリー中のブルーラリーなんですよね。っていうのは正直周期的には6年とか7年に1度ぐらいしかないんですよ。この今の難しい相場っていうのは。そうめったにあるフェーズではないんですね。 なので難しい。まあ分かりにくいとことになります。つまり、まあ今逆金融相場から逆業績相場に移る中で、本来であればベアマーケットなので株は下がりやすいわけですよ。の中での、まあ、中間反発に位置しているので、正直いつ終わるか分からないですし、この中間反発がね。まあ中間反発と言ってもどれくらいの規模で、まあ起こるか分からない。もしかしたら中間反発のまま、それはまあこっちに行ってしまう可能性もあるということで、 まあ、やっぱり、6、7年ぶりの、まあ、難しい、まあ、フェーズということになります。で、金融相場に行けばね、あとは、まあ、利下げになって、打ち止め、利上げは打ち止めになって、次利下げになって、株価が上がっていくということがわかるんですけども、その間で、また、業績相場に入る前にもね、逆反落っていうのはあるんですけどね、中間反落っていうのはありますが、まあ、それもまた、5、6年先ということになるとね、こっから先、5、6年先ということになると、やはり、この数年来のね、難しいフェーズなので、まあ、なかなか、 うん、まあ、皆さん苦しんでるんじゃないかなと思います。で実際ね、株式投資、まあこのままね、ソフトランディングしたとしても、いずれ、まあ、大きなね、えー、暴落は先送りされるだけなんじゃないかってことをね、えー、バンクオブアメリカの、まあ、アナリストは話していますが、まあ僕はね、まあ、下がるならもう一気に下がっちゃった方が、まあ生み出しとか言いますけどね。 うん、悪出しとも言ってもいいかもしれないですけども、いいんじゃないかなと、その方が分かりやすいんじゃないですか。つまり、難しい相場の中で、えー、泳ぐよりも、シンプルで、何も波がなくなってから、なぎな状態で、あとは上がっていく一方な金融相場に向けて、えー、戦った方が、正直本当は、勝ちやすい、生き残りやすいわけですよ。あまり難しい相場を残さない方がいいんじゃないかなと思います。ここでソフトランディングとかして、再び反発を遂げてね、うん。まあ、それはそれでねい、いいことだと思うんですが、一方で、 じゃあ今度いつ大きな暴落が起こるかもわからないですね。そうなってくると。その方が戦いに行くんじゃないかなと僕は個人的には思うんですが、まあそれは皆さんのね、皆さんの感じ方、考え方なので、えー、そこに譲るとして、まあコメントとかね、もし皆さん考えてることあったら全て目を通せますので、えー、逆に教えてもらいたいんですが、一方でね、えー、僕はずっとこのチャンネルで話してきたアップルの業績悪化、まあ株はちょっとね、下がりきっていないですけども、お株価下落ですね。このあたりが次の、まあ、 下落バイ場合によっては暴落、アメリカのですね、4番走行に向けた、下落のまの、あ、トリガーになりますよって話をしてきました。で、ついにね、アップルがね、えー、減収減益ってことで、まあ、これは中国のね、えー、コロナ対策による生産の悪化もありますが、まあ、何より売れてないっていうことですよ、アップルがね。 まあ、アメリカだけではなくて、中国、日本でも、アップル14かな、うん、最新の機種、売れてないと言われてますよね。そして、インドはインドで、実はアップルを実はあんまり端末として使ってないという現実があります。まあ、そうした中で、えー、アップル、もうこれまでのね、えー、いわゆる、資産とか投資を食い潰してる感じになってる可能性もありますよね。そうなってくると、今、まだ株が持ち直してますが、いつ大きなね、下落基調に入って、テスラとか、 Amazon、うん、とか、えー、あとはね、Facebook、えー、のような大きな下げに入っていくか分からないですよね。僕はその可能性の方が高いんじゃないかなと思います。今も反発してるのは、まあ、分かりやすく言うと、米国の反発によってね、うんテ、テック企業が軒並みね、NASAC、えー、メー上がってますよね。その反動の中でアップルも上がってるに過ぎず、実際にまたね、えー、テック企業が下がり始めたら、今度はアップル大きくね。えー 下がってていいいくんじゃないかと僕は見ていますねアマゾンもね、今期営業歴ゼロですからね、再び、まあ、僕はアップルを今度、ね、トリガーにして、中長期の今度話ですけどね、うん、4月、5月、6月に向けて、ナスダック、銘柄が、うんまあ、軒並み下落をしていくと、それにまた今回のインフレピークアウトをせず、仮にですよ、利上げ、現状維持、もしくは さらなるね、利上げを行っていくということになってくるとですね、ニューヨークダウも、実際にはまあ別にニューヨークダウ、前回高値な近辺で拮抗せるに過ぎないんですからね、再び下がっていって、えー、行くというシナリオもね、十分あるんじゃないかなと思って警戒をしています。あと皆さんなりにね、いろんな情報ソースを、取捨選択しながら考えてもらいたいなと思っております。また明日もね、今度はチャートをお見せしながら戦略編の話をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは今日は以上です。高速で。